PM10 のサロン喫茶守備。KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶守備、メインパーソナリティの井上俊です。毎週土曜日夜10時から放送しています。今週もよろしくお願いします。5月23日、暑くなってきた。まあでも自分にはアンラベツという楽しみが今あるんで、アンラベツのためにこれからの暑さを乗り越えていきたいなと思っています。はい、それではここでスピークスピークに届いたスピスピメッセージ。この方ラジオネームはないんですが、読んでみます。こんばんは。私は49歳の主婦です。コロナが猛威を振るい、外に出歩けないもどかしい日々が続いておりますが、今日は私の子供の頃のお話をしたいと思いメールをしました。私が小学校3年生の時に転校することになり、新しい土地に住むことになりました。今までは大都会で暮らしていましたが、田舎の小さな村で暮らすことになりました。その時の体験をお話しします。転校して私は和歌山の山奥の学校に通うことになりました。東京からすればすごく僻地、周りは山ばっかりで怖いようなところでした。毎朝学校に行くとき、私はいつも歌を歌いながら、寂しくないように怖くないように大きな声で歌いながら学校までの道のりを克服していました。なんせ片道4キロ近くありましたからね。その途中でいつも庭を掃除しているおじいさんがいました。80歳くらいの怖そうなおじいさんが、その横を通るとき怖いけど思い切って大きな声でおはようございますと挨拶をしました。するとおじいさんが、元気な子やな、偉いなと言ってくれました。嬉しく思ってなんだか心が温かくなりました。その次の日も私はおはようございますと挨拶をしました。それから何日かしてから通りがかった時、あんた帰りに寄りなさいと言われて怖くなりました。なんかしたかしらって。でも勇気を出して寄ることにしました。こんにちは、朝の私ですと玄関に声をかけました。すると中からおじいさんが出てきて、大きな包み紙を私にくれました。持って帰りなさいと。え？って中を見たら、たくさんのお菓子でした。いいんですか？とおじいさんに思わず言いました。するとおじいさんが、毎朝私に挨拶をしてくれたね、誰も他の子たちはしないんだよ、年寄りにはね。エリカちゃんは偉いな、大きな声で挨拶をしてくれる、そのお礼だよ、これから毎日寄りなさいとおじいさんは満面の笑みで
私はなんでこんなことでお菓子をもらえるかあまりわからないでいました。帰ってから祖母に尋ねると、年寄りはふとしたことが嬉しいものなんだ。お前が元気に挨拶をしたからきっと嬉しかったのだと。そしてこれは後から聞いた話ですが、朝が早かったことにもそのおじいさんは感心していたらしいです。毎朝みんなが通る30分前には私は学校に一足先に行く癖がありましたのでね。昔のエピソードです。私がお菓子をある人にいつもあげる気持ち分かってくれたかしらね。おじいさんはそれから毎日のように何度も何度もお菓子をくれました。というメッセージでした。ありがとうございます。このメッセージを読むまでというか、今読んでから、ああなるほどと、そういうことだったのかとすごく感動をしてます。というのはもう誰が送ってくださったのかもう分かるんですけど、その方がいつもお菓子をくれるんですね、守備に。最初は、甘いものが好きだから、そういう話をしたからくれたのかなっていう、ただそれだけの印象だったんですけど、それから何度も何度もお菓子をくれることになって、優しいな。まあでもその、なんでくれるのかなって、確かにこの方と同じ思いを持ち始めて、そんなエピソードがあったとは、それを自分がまた体験しているとは、なんか不思議ですごくありがたく思います。その方はすごく一生懸命で強くて、自分が元気ない時でもすぐ声をかけてくれて、もう本当に周りに気を使ってばかりで僕は心配なんですが、それでも明るく自分の信念を持ってそこにいる、本当そこに存在をしているという、僕はすごく強い人だなと思っています。確実に今まで会ったことのない心が強い人です。You're my
聴いていただいた曲は BiSH で Tomorrow でした。KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備、そろそろエンディングのお時間です。今日メッセージをいただいた人にはまだ会ってからそんなに月日も経ってなくて短いんですが、それでもその中で助けられた部分がすごくあって、その人がいる日といない日では全く違くて、やっぱり頼もしい部分もあるし、人生の大先輩、その存在にいつも助けていただいています。ありがとうございます。はい、スピークスピークでは質問や悩み相談、雑談など普通のお便りをお待ちしています。メールの送り先は守備10@gmail.com、守備10@gmail.com、 shviy10@gmail.com です。その他詳しくはツイッターをご覧ください。ここまでの時間は井上俊がお送りしました。Tomorrow